とっておきのワンシーンを振り返る、もう今日もすでにやっちまっているわけですが、今日は福井のお酒、白龍という素晴らしいお酒をいただいております。大変感動的なお酒です。今日の映画なのですが、1970年公開の日本映画風の慕情、予告編を振り返っていきたいと思います。どうぞ。結婚しよう。僕は平凡なサラリーマンだ。出世にも縁はありそうもないが、君に不自由な生活をさせるようなことはしない。僕は最初からそのつもりで付き合ってきたんだ。君は愛しているんだよ。ありがとうございます。どうして礼なんか言うんだ。だってあんまり突然で、他に何て言っていいか分かんないんですもの。なんだかあんまり簡単すぎて。結婚ってもっとこう激しいものがあって、それで僕じゃダメってことか。そんなんじゃないのよ。ごめんなさい、こんな遅く電話して。私オーストラリアに行きます、姉に会いに。姉がいるんです、シドニーに。いろいろ事情があるもんだから、あなたには今までお話ししなかったんですけど、本当の姉なのよ。まだ会ったことも見たこともないのよ。でも今日手紙もらったら急に会いたくなって。帰ってこないんじゃないだろうな。まさか。ただ相談に行くだけよ、あなたのこと。ごめんなさい、あなたのお気持ちは嬉しいんだけど、このまま自分の一生を決めてしまっていいものかどうか不安で。姉はね、あちらの方と結婚して幸せに暮らしてるの。結婚ってどんなものか、愛ってどんなものか、姉ならきっと教えてくれると思うの。好きなら、本当に好きなら、私を抱いてください。あなたは誰？一体誰なの？教えてください。姉はどこなの？このオーストラリアのどこにいるの？何もかもはっきりさせましょう。私が邪魔ならここで好きなようになさるといいわ。いいチャンスじゃありませんか。首を絞めてあの平原に捨ててしまえばわからない。それともできないの？カンガルーも打てない人には無理なの？一体姉さんをどうして殺したの？誰かにやらせたの？風の慕情、1970年公開。脚本は橋田壽賀子。橋田さんには珍しいラブサスペンスでした。この時代のファッションはミニスカートが主流だったのですね。さゆりさんのファッションも見逃せません。
舞台は日本からオーストラリア、そしてマニラへと変わっていきます。当時の街の風景も楽しめました。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。ではねー。